ヤズブリューイングカンパニーはテネシー州ナッシュビルにある醸造所。2003年醸造町のライナスホールによって起業。醸造所はナッシュビルのダウンタウンのかつてマンハッタンモーターワークスの工場だった場所にある。ライナスホールと妻のライラはミシシッピの出身で1996年にナッシュビルへ転居。ホールは大学時代から自家製ビールを作っていたが、 独自の醸造方法を確立すると、家族や友人に支援させ醸造所を開くことを決意。ホールは、ナッシュビルのバンダービルト大学で、経営学習士を取得、カリフォルニアのアメリカンブリューワーズギルドから、高度な醸造技術を学び、2001年、ニューヨークのブルックリンにあるブルックリンブリューワリーで、醸造長のギャレット・オリバーの下で研修を終える。 彼は、順調だったエンジニアの仕事を辞め妊娠中の妻と、安定した場所、醸造装置を探しほぼ独力で醸造所を作り上げた。2003年に開業してからヤズーのビールは人気を得て、ナッシュビル名物となり、世界中の高度な醸造技術の支持者によって支持される。ヤズーという名前は、ホールの故郷であるミシシッピ州、ビックスバーグを流れる、ヤズー側から名付けられた。 ビール愛好家は醸造所に行くと良い。通常購入できる3種類の瓶ビ,ビール以外に、醸造所限定の3種類の瓶ビ,ビールがある。ありがとうございます。